書いてありますから、やっぱり木馬ってことはまあ馬ですよね。そうした時に例えば2段目のパカパカ馬だって言ったところで、これはっていうふうにあのスラがありますけども、うん、あの今私はちょっと木馬に乗ったような感じで、ちょっと一つ一つをこうなんかポック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 とかパッカパッカみたいな感じであのイメージしてあの弾くと、やっぱりちょっと切れ気味でいいんじゃないかな。自分一人で音楽を弾くときに、自分がどこをメロディーだと思って弾いてるかっていうのも最終的に大事なんです。そうじゃないとこれ全部なんかみんな必死に弾いてしまっておしまいになっちゃう感じです。でそれをやるためにはここでやってもいいんだけど、2台とかあった時にですね、一緒にこうやって弾くのも一つの手ですけど、まあ、別なところでですね、自分の音だメロディーラインだけを意識させるってことが必要だと思います、はい、それこれがいいかね、はい、もう一回そう、それでもう一つだけ言っとくと